はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ホンダカーズ大阪東花園店さんにね、ホンダ E を見積もりに来ました。これね、レンタカーというか、エブリーゴーというね、レンタカー、シェアカーですね、があります。それで今日は借りております。ね、かわいいでしょ。ホンダ E、 これホンダ E アドバンスの方になりますね。ホンダ E って入ってきそうなんですか。多分いけるって言ってましたよ、はい、ちょっともうなんかせっかくなんで、もう取りながら行きましょうか。あんま見せたらあかんんですよ ね。いや、これもテイカーベースやから全然いいですか。いいですよ。すいません、お茶までいただいて。なんと今日は今から見積もりを。あ、汗が暑いもん。はい、いよいよ。ドキドキ。ノーマル。お、これホンダ E の普通の方ですよね。そうですね。451万。はい。え？でしょ？はい。で、付属品はとりあえずマットと、はい、ライセンスフレームだけ。あ、はいはい。もう一番最低必要限。うん、でね、諸費用のところに点検パックと延長保証が入っちゃってるんで、はいはい、これが20万入ってるから。うん、30万なんだけど、はい、これ抜いたら諸費用が10万やからね。つまり487万、うん、もう支払いになるわけですね。そうです、そうです。これが安い方やと、はい、えぐい。えぐい。これでもあれですよね、何でしたっけ、補助。ああ、それはもう直接口座に入りますからね。ああ、ならまた別の話なんですね。そうです、そうです。またローン組むときはこの数字からローン組むっていう形です、うんうん、だから入ってくるのは後になるはずなんで、うんうん、なるほど。これでフロアマットやらこれぐらいしか、うん、オプションが入ってないんですね。点検パック、うん、それは5年の車検付き、うん、あ、車検付きで、うん、あ、これは付いてるんですね、うん、20万、うん、重量で、あ、自動車税は一応来年の1月から計算してます。はい、はい、ですね、うん、保険があって、うん、車庫証明、うん、これナンバープレートって選べるんでしたっけ、うん、記号ナンバーですね。それはプラスいくらかですね、うん、入ってるんじゃないかな、記号番号入ってます。あ、はい、あ、これか。これで今光るナンバープレートってまだ自公式あるんですか。あるある、あります、うん。これ用はあるかな。あ、すいません、うん、これにつけれるかちょっと調べなきゃいけない。あの台があるから、はい、あそこに入るかどうか迷ってほしいね。なんか今つけてる人いないんで。いないね。つけてみたらどうなるのかなと思って。ちょっといろいろ考えてるんですけど。なるほど。で、これが込み今、はい、487万、はい、でこれがアドバンスになると、わな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 、そんな行きます。だって車両は495万で、うん、そうか、さっきのママの組みじゃないのつけて、うわー、高級車やな。え、ちょっと一旦カメラ止めますね。はい、いやー、家に帰ってきました。今ここにね、見積もり書があります。高かったですね。いやー、予想以上に。やっぱね、行っちゃいましたよね。点検パック。これはね、皆さんちょっとつけるかつけないかは、それぞれなんですが、やっぱ車検付きっていうことで、5年間、これつけといた方が安心かなと思いますね。しかし高い。いやー、これも込み込みね、487万と、これか531万ね。アドバンスは531万もしちゃいましたね。いやー、悩みどころですよね。で、これまだまだね、ちょっと金額落とせるところがあります。塗装でね、だいぶ違ってくるんですよね。実は白色とか赤色ってね、めっちゃ高いんですよね。プラス3万とかね、5万とかね、なんかするみたいなんで、
まあ、その辺ちょっと塗装の安いやつにするとかあでもその外装はね、まあ、その辺ちょっとこだわって値段を落とすところではないと思うんですけど、まあ、その差があります。あとこれ納車費用、これがね7000円ぐらいかかってるんですけど、これは多分ねあのお店に取りに行くとこの金額かからなかったんじゃないですかね。どうかな間違ってたらすいません。車庫証明代行費用っていうのが 16,500 円あるんで、まあ、これはひょっとしたらね自分でできるんじゃないですかねまあその辺引いたら、まあ、23,000 ぐらいは安くなると。まあ、その分ね安くした分あのオプションとかねつければいいかなと思いますね。でまあいろいろ考えるわけですよ。このホンダ E、まあ、あの走行距離が、まあ、280キロぐらいしか走らないということで、まあ、アドバンスだともっとね走らないんですよね。でテスラとかあのリーフねちょっと今見てたんですよ、でこれは日産リーフですでこの一番高いのがねこのリーフ E プラスっていうやつですがね、これが468万なんですよね。で一番安いのがこのリーフの S っていうのが332万6千円なんですよね。ギャーこのさ、いや値段で言うとね、値段と走行距離で言うと完全にリーフなんですが、いやあのホンダ E はねあのバッテリーがね実はあのすごいね性能が高いと、あの水冷式っていうんですかね、あの夏場は温度調整で冷やして、で冬場はお湯で温めることができるんですよね。それで電池消耗をなるべく防ぐというもので、このリーフは結構冬場がすごい電気の消耗が激しいということで、まあ、あのホンダ E はその辺実際大丈夫なのかなということですね。まあ噂によるとこのリーフとこのホンダ E ってね実は走れる距離ってあんまり変わらないという噂もあります。まあそれで、まあ、これで込み込みで多分なんやかんやつけて500万ぐらいですかね、 E プラスで。まあそれとほぼ同じぐらいの金額帯だと。でこれねあのテスラのモデル3ですね、スタンダードレンジプラスっていうのが511万円からです。でロングレンジっていうのが走行距離が560キロ走るんですね。で、655万。でパフォーマンスっていうのが結構速度が速いんですよ。3.4秒、0-100がね 3.4 ってかなりのスポーツカーですよね。それが、717万ということですねいやでこれテスラね実はねあの511万から買えるんですが、完全自動運転対応機能っていうのが、実はオプションになってます。それが87万円するんですねまあテスラのねこのオートパイロットって結構すごいんで、これみんなやっぱテスラ乗るならつけるだろうということでつけちゃうと、なんと620万もするんですね一番安いタイプで、まあ、620万するということですね。なのでまあちょっとクラス的にはテスラは1個上になりますかね。いやで現実的にねこのまあテスラ3、まあ、テスラのモデル3に比べるとまあ安いのかなと。まあ走行距離はそんなに走れないんですけどまあリーフの方がお買い得感はあるんですが、電池の消耗がね冬場は結構激しいっていうのも聞いてるし、もう結構走ってるんですよねそこら中ね。でやっぱホンダ党の私たちはホンダいいかなと。でまあリア駆動でね、あのこの間高速道路乗った時やっぱキビキビ走ったんですよ。あの走りがねあのやっぱちょっと忘れられないなということでね、もう現実的にねちょっと今検討しているところです。でこれね初期ロットが400台なんですよね。で400台でそれを注文を超えると1年間1000台まで販売するというものなんで、今ねとりあえず初期ロットをね抑えてます。もう注文をね実はしたところなんですよ。注文しちゃったんですよねまあ言っちゃおう、注文しちゃいましたね注文しちゃいました。ちょっとどっちのモデルを注文したかとか、どの色を注文したかっていうのはちょっと今秘密にしておきます。でまあ現金がねなんやかんやして、まあ、300万ぐらいはなんとか出せるかなと。でまあ残りをローンしてもいいかなということなんですけど、これ例えばね普通のホンダ E の方で
トータルが、何だったかな487万ね。それを、フルローン、60回払いするとこれね60回払い、金利が 3.5 のちょっと高いタイプで、これ金利がね 3.5 なんですけど、月々60回払い8万2252円です。いや頭金ゼロでも一応買えます。月8万円払えば、もんでも月8万円で、まあレンタルと思えば違うかな、頭おかしになってる。だいぶ高すぎるよなこれ。でもちょっとさすがになこれはなっていうことで、まあ、300万ぐらい出せば、あの今金利がね 1.9 なんですよ確か本田さんね。それを使えばねなんか3万円ぐらいになるんじゃないですか。確か3万ちょっと切ったかな、3万超えるかないうところなんですけど、それだったらなんかね私の小遣いでいけそうな気がするんですよね。 YouTube マギーで多分その辺はねいけると思うんですけど、どうでしょうか。いや買っちゃいましたよ。手付金もね、いやもう払ってきましたんで、いやもうで納車がいつになるかっていう話ですよね。今年の、12月の23日から来年の1月13日までの間に届くということで、おそらくこれがね最速じゃないですかね。あの初期ロットで注文しましたんで、まあ、あの400台のうちの1台が来るということですね。いや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 、これもし1月の23日に来れば、あのちょっとクリスマス動画として作れますよね。いやちょっとその間まであと数ヶ月あるんで、まあ、あの私のフィットハイブリッドをまあどうするかとかね、その辺の動画も撮っていければいいなと思います。この花園店さんでね売ろうかなと思うんですよね、中古販売ね。あ、そっか、その下取りもあるし、まああのね補助金がまあ40万ぐらい返ってくるということで、まあ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 ですよね。いやしかし高い買い物やわ。いやーこう私ね YouTube レビューしなかったらね多分買わなかったと思います。いやーまだまだですよ、やっぱ電気自動車ってね。あの実際ねまだ皆さん足踏みするんじゃないですかね。あの家にもねコンセントがない方が結構多いと思うんです。まあ大半じゃないですかね。あの急速スポットがまああの2万8000基ぐらい、まあ、全国であるということで、まあかなり増えてはきたんですけども、あのいろいろね条件があると思うんですよね。必ずしも家の近くにあるとは限らないし、あのねテスラとかだともっと急速充電の中でももっとなんか特殊なやつになるんですよね。で普通のやつになるとなんかわざわざこうつなぎ合わせてなんかやるみたいなね感じで、まだまだちょっとねあのガソリンのようにガソリンスタンドのように利便性が高いというわけではないなという感じですよね。でまあ何よりねこの車両価格が高いと、まだやっぱあのバッテリーが高いみたいなんですよね。半分ぐらいホンダ E だったらひょっとして150万ぐらい、ひょっとしたら200万ぐらいねバッテリー代でいっちゃってるかもしれないですね。ただホンダ E はねあの水冷式というか、水冷式って言ったらいいですかね、あの特別なあのパナソニックとあの共同開発した車なんですよね。なのであの松下幸之助とホンダ総一郎とコラボの車になるということでね、いや私はねすごい魅力を感じております。やっぱねホンダに乗りたかったんですよね。いやリーフでもいいかなと思ってたんですけど、まあテスラはちょっと高いしなと思ってたんですが、やっぱねホンダから出たら買うぞと思ってましたんで、今回いや買わせていただきましたということで、まあ、あの来年までちょっとね実車は、まあ、来年今年の末までは見えないんですけど、まあ、それまでの間にいろんな電気自動車ねテスラとか、リーフとかね乗れたらいいなと思っております。まあ、その辺も踏まえてねどんどんレビューの方を上げていこうと思います。なのでね皆さんチャンネル登録をねぜひしてくださいね。お願いします。それだけが励みです。あとね、面白いと思った方、グッドボタンお願いします。はい、というわけで今日はホンダ E を見積もりましたというお動画でした。じゃあね、ボーイ、買っちゃった。